皆さんこんにちは、シゲルギャラガーです。今日はギターマガジン12月号に掲載されている、ロリー・ギャラガーの奏法分析を映像でお届けします。お楽しみに。はい、ロリー・ギャラガーのソロの、材料で中心になっているのはおなじみのマイナーペンタトニックです。今日は A マイナーペンタトニックでやってみます。フレージングで言うと、という具合に、かなりシンプルな感じです。で、音使い面の特徴はですね、このシンプルなマイナーペンタトニックに、他の音を混ぜてですね、いろんなそのフレーズのカラーを、作る、この名人がロリー・ギャラガーです。その中でも、その肝になっているのが、ドリアン的な音使いですね。さっきのマイナーペンタトニックにこんな音であるとか、こういう音とかを入れて、というわけにドリアン的なフレーズを、ペンタトニックの中から引き出す、これはロリー・ギャラガーの、看板です。でその、ドリアン的なフレージングと並んで、時々出てくるのが、ミクソリディアンというやつですね。ちょっとよく使うこのようなポジションで弾いてみますと、これがミクソリディアンなんですが、これ指使いで言うとさっきのドリアンとほとんど同じなんですよね。この場所をずらすと、なので、ロリー・ギャラガーもこれはなんかこううまくその指使いをこう利用して弾いてたんじゃないかなと思ったりします。で、双方面で言うとですね、もうロリー・ギャラガーに、欠かせないのがピッキングハーモニクスです。ですね、先ほどからこうチラチラと揺れながら弾いてるんですが、という具合にですね、もうフレーズ全体にピッキングハーモニクスをこうかましながら、スタッカート気味に弾いていくっていう、これはかなりロリギャラがそうツボです。で、双方面でちょっと面白い、技がですね、トーンを回すというのが、トーンノブを回すというのがあるんですが、例えばですね、という具合にトーンを回して、ワウみたいなことをギター本体でやるわけですが、実はそのロリー・ギャラガーのギターはこう、配線に関しては諸説があるんですが、どうやら映像とかを見ると一番下のノブに、トーンが、配置されていたようです。で、そのトーンを回しながら、という具合に、なんかワウのような効果を出す、これはロリー・ギャラガーはすごくよくやってました。で、ピッキングに関して言うともう一つツボがありまして、それは、フラットピックと他の指を、使いながら弾くっていうやつですね。で、映像とかを見ると比較的こう多く発見できるのが、コードを弾くときだと思います。例えば、
でピッキングに関していくともう一つ、ポイントなのが、フラットピックと残りの指を、使って、弾くというこのスタイルですね。例えばこんな感じです。でこの指弾きが、また活躍する場面というと、そのアコースティックギターでこう弾き語るような、ものです。ちょっと今日はもうアコースティックではないのでエレキでやってみます、ラグタイムみたいなこんな感じです。双方面で言うと、まずピッキングハーモニクス、それから先ほどやりました指弾きですね、それとあと、そのトーンを回すやつ、それとあとこれ忘れちゃいけないのがチェックのシャツです。はい、なんちゃってロリーギャラガー双方いかがだったでしょうか。これの詳しい譜面等の解説はですね、ギターマガジンの12月号に掲載されているのでそちらをご覧になってください。じゃあまたお会いしましょう。Ciao!